ハッチンソンは、マルタとオーストラリアの元サッカー選手、現サッカー指導者。元マルタ代表、選手時代のポジションは MF。セントラルコーストマリナーズ FC には初年度から10シーズン在籍し、首相も務めたほか、271試合出場の、出場最多記録を有している、同クラブのレジェンドである、ビクトリア州モエル生まれ。 地元のモーエルペガサスで3歳の時にサッカーを始めた。1996年にギップスランドファルコンズの下部組織に移籍。しかし高く評価されていた彼は翌1997年2月にはトップチームデビューを果たした。2000年1月2日にリーグ初得点を記録した。2001年6月にノーザンスピリット FC に移籍。 しかしクラブの財政状況がかんばしくなく、給与支配の被害に遭い、2004年にクラブが消滅したことによって、無所属になった。その後ニューサウスウェールズプレミアリーグのマンディーユナイテッド FC に加入、首相を務めた。2005年に A リーグのセントラルコーストマリナーズ FC に加入、オセアニアクラブ選手権2005予選のニューカッスルユナイテッドジェッツ FC 戦で、 遺跡後初出場を記録した。遺跡後初得点は同年11月5日の試合であった。この頃はフォワードとして起用され、6試合6得点と活躍した。しかし負傷によってシーズンを一足先に終えることとなった。翌シーズンはわずか1ゴールに止まった。2007から08シーズンは膝の怪我から復帰するとセントラルミッドフィールダーとして、 A リーグ有数のプレイヤーとして、名を馳せるようになった。同年10月28日の試合では、ペナルティボックス外から両足で得点したものの3から2で赤敗した。それでもレギュラーシーズンでは優勝、グランドファイナルに敗北して2位と、チームも好調であった。2009年8月に A リーグ出場100試合を記録、アレックス・ウィルキンソンに次いで、 クラブ史上二人目となった。2011年に中国サッカースーパーリーグ所属の生徒転生族級クラブに期限付き移籍。セントラルコーストマリナーズで指導を受けたローリー・マッキンナが監督を務めており、チームメイトのアダム・クワスニックと共に期限付き移籍した。7月31日の試合で移籍後初得点を記録した。2011から12シーズンには、 セントラルコーストマリナーズに復帰、レギュラーシーズンで優勝した。2012から13シーズンに長らく首相を務めたアレックス・ウィルキンソンが退団したため、首相の座を受け継いだ。首相として臨んだ初シーズンでは、グランドファイナルで勝利し、A リーグ初優勝を記録した。2014年4月5日の試合で A リーグ出場200試合を記録した。 10シーズン目となった2014から15シーズンの末に現役を引退した。セントラルコーストマリナーズでのリーグ戦出場記録は228試合。引退試合は5月23日にハッチズクシー対セントラルコーストマリナーズで行われ、合計17得点が入るランダ戦となったが、ハッチズクシーが12から5で勝利した。 2007から08シーズンの活躍によって2008年始にピム・ファーベイク監督から A リーグ所属選手のみのトレーニングのメンバーとしてオーストラリア代表に選出された U-23 サッカーオーストラリア代表とのトレーニングマッチに途中出場したが2から1で敗北した祖母がマルタ人であるため2009年にルシャン・フィッツェル監督からマルタ代表に招集された チェコ代表との親善試合でフル出場し、代表初出場。この試合では同じく、オーストラリア生まれのマニーマスカットも、マルタ代表初出場を果たした。同年6月10日には 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ1のスウェーデン代表戦に、出場し、FIFA 公式試合での出場も果たした。ただし、オーストラリアとマルタの物理的な距離の遠さによって、 クラブ側から早く返してほしいとの要請もあったことから代表出場機会は多くなく合計11試合出場に止まった2015年には選手である傍らでアシスタントコーチ業も始めた選手引退後もそのままセントラルコーストマリナーズに残ってアシスタントコーチを務め2016年8月まで在籍した2017年3月1日に シアトルサウンダーズ2のアシスタントコーチに就任。2018年1月30日には監督に昇格した。2019年1月23日にシアトルサウンダーズ2はオーストラリアでコーチを務めるために退任したと発表。同日にウエスタンユナイテッド FC の初代アシスタントコーチの一人となった。その後2020年に シアトルサウンダーズ FC のトップチームのコーチに就任。しかし新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって悩まされていた時に横浜 F マリノスの監督を務めていたアンジェ、ポステコグルーに相談のメールを送ったのがきっかけとなり横浜 F マリノスのコーチに就任。ありがとうございます。